バシーリー・イバーノビチ・ペトローフはソビエト連邦の軍人。最終階級はソ連邦元帥。スター・ブロポリ地方のチェルノレススコエ村出身。1935年に高校を卒業。1937年まで2年間市販学校で学んだ。ペトローフは1939年に軍に入隊し、1941年に士官課程を終えた。 第二次世界大戦中、ペトローフは、オデッサ防衛、セバストーポリ防衛、カフカース防衛で戦った。その後、彼は、ウクライナ解放、ルーマニア侵攻、ハンガリーにおける、ブダペスト構成にも参加した。戦後、ペトローフは、フルンゼウンジ大学を卒業し、1961年には、少々、1965年に、中将、1970年に、 大将、1972年に上級大将に昇進した。1982年、彼はソ連邦英雄称号を授与された。1983年、ペトローフはソ連邦元帥に任命された。彼は1972年から1976年まで極東軍管区の司令官。 1980年から1985年までソ連地上軍総司令官を務めた。1992年から彼はロシア連邦国防省の軍事顧問となった。ペトローフはまたオガデン戦争においてエチオピア軍の軍事顧問を務めた。2014年2月1日、モスクワで死去。ペイトン、ゲイリー・ D ・ー、ザ・ソビエト、エチオピアン・リエゾン、エリフト・ビヨンド。 airuniversity review, http://www.airpower.maxwell.af.mil, スラッシュ i r ch r o n i c l e s スラッシュ a u r e v i e w スラッシュ ,1979 スラッシュ n o v i d e c スラッシュペイトン .html 2 0 1例年11月23日閲覧 ありがとうございます。